小芝陽子さんです。こんにちは。お願いいたします。お願いいたします。小芝さんは、まあ、演歌歌手ではありますが、はい、詩吟の方でもすごい人でございまして。いや、もうとんでもないんです。で、今日はその詩吟が入った名曲を披露していただくということ、はい、それでは小芝陽子さんの歌声、そして詩吟を楽しんでいただきたいと思います。白虎隊です。日は落ちて古城に月の影悲しい高福へ貸し雨の今宵名残の白虎隊紅岩かれんの少年が守るこの砦で滝沢村の地の雨に濡らす白浜白虎隊南上がる通告涙を飲んで勝つ孤島わる自由救死腹をほふって倒る。飯盛山の頂に秋吹く風は寒けれど樹烈今も丘に残す花も会津の白虎隊花も会津の白虎隊今日はあの久しぶりに、はい白虎隊をね、歌わせていただきました。何か
自分の中で封印してたんですけども、うん、コロナがきっかけで、はい、なぜかすごく歌いたいっていうね、うん、なんで封印してたんですか。いやもう全体的に歌いたくない病っていうかすごいこう壁がありましてね。あ、歌手にはあるみたいですね、そういう流れがね、うん、そうなんです。それでちょっとずっとこう歌ってなかったんですけど、うんうんうん、まあ、コロナさんのおかげでですねすごく歌いたい歌いたいいう気持ちに変わりまして、うん、まあ、おかげさまで今日はなかなかちょっとうまく歌えないんですけれども、まあ、YouTube でとにかく43万件というカウントいただいてますのでですね、はい、まあ、今日は日本カラオケ街歩きで歌わせていただきました。一度こう聞き出したら何この歌、こんな歌があるんだって言って、はい、やっぱ入り込んで来る人がいっぱいいるんじゃないの。そうですね、魅力のある歌だしね、小芝さんも歌唱力があるから。いえいえそんなことないですよ。鶴ヶ城もね、うん、お邪魔いたしましたし、あと飯盛山だけはちょっとね行けなかったんですけど、次回はぜひ飯盛山もねちょっと行ってみたいなとか思っています。はい、小芝陽子さんで名曲白虎隊をお聴きいただきました。ありがとうございました。どうもありがとうございました。